皆さんおはようございます。2023年10月31日火曜日、ホノルルよりクリスタル松岡が今日の12星座別の星の動きと運勢、そして最後にね、みんなでシンクロするメッセージカード1枚引きをスタートしたいと思います。どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。とうとうもう10月最後の日になりましたね。ハロウィン、ハロウィンされる人ぜひぜひ楽しまれてください。月はね、双子座に、昨日から移動してくれてます。なので昨日の日中のようにね、満月後の気だるさっていうのはなくなっているんじゃないかなと、すっきりした、爽快感が持てる日になると思います。そしてね、人とのねコミュニケーションの中にね、たくさんのね宝石がね散りばめられた日になる予感が私はしてます。今日何気ない会話の中での情報が、今だけじゃなくて、これ2024年に、さらなるね、みんな個々にね拡大していく、そのそれぞれの目指しているものに、キーポイント、鍵になる可能性があるのでね、今日のね一日の人との会話をね、コミュニケーションをね、ぜひぜひね楽しまれてください。それではね、お牛座さん、人との何気ない会話の中に直感とひらめきが降りてきて、これがね自分が手掛けていることなのに重要なキーポイントになる可能性があります。お牛座さん、今日は昨日とガラッと変わりね、心身ともに軽くなっているのではないでしょうか。そして昨日までの枠をね超えるようなね情報がね自分に入ってくるかもしれません。それ思いっきりね感じてね、枠を外してね、来年に向けてね、さらにね前に進んでください。双子座さん、本来の双子座さんが感じれるご自身で自負できる日、インプットもアウトプットもね、いつもらしくね、深いねエリアまでね攻めれるね、軽やかにね感じる日になると思います。大好きなね人とのコミュニケーション、情報のやり取りをね楽しまれてください。カニ座さん、今日はいつも以上にね苦手意識がなくね、広く人とのコミュニケーションが楽しめる日になると思います。今までとは違ったタイプの出会いがあるかもしれません。獅子座さん、あなたはさらに輝き、新しい自分発見がある日。そんなね獅子座さんの周りにはね、気がつけばね、またねいつも以上にねあなたに魅了されて人が集まってきてくれる日です。なのでね、リーダーシップを持ってね、みんなをね引っ張ってってください。乙女座さん、今まで読んできた本とは違うようなねカテゴリーのね書物にね出会えたりね、あこれ学びたいなっていうね、突拍子もねないね新しいことをね学びたくなるね予感がする日かもしれません。ぜひぜひねそれをねスタートしてください。自分の枠を超えてね行きましょう。これがねすごくねチャレンジになる、スタートする日になります。天秤座さん、今日はあなたの人と会話、たくさんの人とね会話するのではなくてね、どちらかといえばね一人の人とね深くねなんかね向き合ってね話し合う機会が設けられるかもしれません。そしたらねそれにね向き合ってね、その機会をね楽しんでください。多分ね今まで以上にねないね天秤座さんにね、さらにね深みをね持たせるねいいね機会、何かね降り注ぐ日になるのでね、ぜひぜひねそういう機会がある人は、なんかこう考えながらね楽しんでください。サソリ座さん、全く違うタイプの人との何気ない会話がね、今あなたね絶対真剣に何か取り組んでいるはずなんですね。その事柄にね影響してね、さらにね内容が濃いものとなりね加速化します。楽しんでください。伊手座さん、あなたのねいつもと同じね相手への思いやりのねあるね触れ合い、この普通のねいつもと同じ変わらない触れ合いの中にね、またねさらにねあなたの世界観をねさらにね拡大させるようなね、つながれるようなことがねあったりね、そういう人とね出会います。楽しんでください。ヤギ座さん、ちょっと今までとは違った遊び心を持ったアイデアが出てきたらね、それをねぜひぜひね仕事やね日常の生活に取り入れてください。さらなる成功へつながる予感がしております。水瓶座さん、今日ね
偶然にね耳にしたことでね、例えばね幼少期とかね、なんか苦手だなってなったトラウマまでとは言わないんだけど、ちょっと引っかかるようなこと、これって小さい時から来てるなっていうようなことをね、そのね会話のねちょっとしたもしかしたらワードかもしれないし、人のアドバイスかもしれないんですけどね、それがねあなたに、ヒントを与えてくれます。そのトラウマだったりとか、ちょっと怖いなって気になるなっていうことをね、要はね癒してくれます。でね、そういう毎日の日常生活の中にそういうことって散りばめられてるんですけど、それにね、あこれで、あこういう意味かみたいなね、すごいね時代をね前に遡るようなね感覚になるかもしれないんですけど、そうやってね気づけた瞬間もう癒されているので、うん、あったらね、あこれだって思ってね、あなんかすごいサポートされてるな宇宙にっていう風に感じてください。うん、魚座さん、自分らしくそのままで人と向き合うこと、素直にね、うん、することによってね、あるがままでいられるね自分にね、さらにね進化をね成し遂げれる日、うん、つながれるハッピーな日になります。そんな感じでね、今日ねちょっとね頭の片隅に置いてね過ごしてみてください。それではね、最後にねみんなでシンクロする、メッセージカード、オーラクルカード、今日はフェアリーカード。フェアリーっていうのはすごく日常生活の私たちの人とのコミュニケーションの中に、いつもね実はヘルプしてくれてます。見えなくても、例えばお花の近く、プラントの近くには絶対いますし、ここ気分がいいな、なんかいいなっていうところには絶対にそういうエネルギー体があってください、あると思ってます。それをね私たちは視覚化して書かれてるのがフェアリーであって、その形が見えなくてもそこにいます。そんな感じで、フェアリーのオーラクルカード1枚引いてみたいと思います。みんなでシンクロしているメッセージをお願いします。はい、1枚引きました。はい、Wish wisely. Use your wishes wisely to manifest your heart desire and take practical steps toward making your dreams come true. はい、これはね、大きく、願いをね、持ちましょうって。そしてね、それをマニフェスト、現実具現化するには、あなたが本当に心から思っていること、そして、するべきことがね、頭にね、インスピレーションでね、浮かんでくるのでね、それをねぜひぜひね、一歩でもいいんでね前にね行動して進みましょう。そう、これがね多分ねインスピレーションとかアイデアが降りてくるっていうのが、今日全般的にみんなで共通していることが、聞いてくれてたら分かったと思うんですけど、人とのコミュニケーションの中の情報が一つ目のキーポイントです。二つ目は、みんな全ての人に共通していることが、自分の殻枠を、外してもっと拡大するっていうのが、これは今日プラス来年につながります。うん、なので少しでもね前に進めたら、それはあなたの、大きな大きなね、なんだろう、夢とは言いたくないけど、夢の現実化につながります。で、早ければ今年中、遅くても、木星が、巡行なす来年の1月には、今やっていることが絶対にねパーンってね、前に進み出すのを皆さんね共通してね感じられることだと思います。なのでね、今日のコミュニケーションにはたくさんの宝石がね散りばめられているような感じだなって、私は星を読んでて思いました。皆さんも感じてみてください。素敵な一日をお過ごしください。それでは聞いてくださってありがとうございます。 Have a beautiful day. Bye. クリスタルでした。